今日は大変な一日になるんじゃないかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。それから皆さんご存知のように、今日は江藤さんにご無理いまして来ていただいております。それから江藤さんの紹介で高山市から大変若いご夫婦の方にもご参加をしていただいております。今日はですね、下川漁協さんからのご依頼で、解禁1週間前の試し釣りですね、生育調査、試し釣り兼ねた生育調査に来ました。川はですね、昨日おとといですか、昨日ですか、昨日の朝増水しまして、今現在で約30センチ高ぐらいですかね。で、場所はですね、南陽アスコンがここにあるんですけど、そこの前のポイントです。この何箇所かで、生育調査が行われます。ちょっとね、川の状態が、水が高くて、ちょっと釣れ具合とかね、ちょっと微妙な感じもしますが、ちょっとやってみないとわからないので、これからですね、ちょっと竿を出してやってみようかと思います。はい、とりあえずですね、上流側から、徐々に釣り下っていこうかと思います。こんな感じですね。タックルですが、竿は下付けのライトバージョン 8m、 水中糸はバリバスのスーパーメタル003、鼻管周りは、06のフロロで、針はダブル長針で、今日はですね、ちょっと水位も高いので輪ゴム胴締めですね、ちょっとこれをセットして、やってみようかと思います。とりあえずこのちょっと緩い流れのちょっと変化のある大きい石がね、ポンポンポンと入っているところの、石裏のよれ周辺からやってみたいと思います。今年の傾向としてですね、本当ね、雨が多くて、各河川増水をね結構繰り返していて、この真下川もそうなんですけど、増水による水温低下で、結構ね、もう解禁している河川とかね、水温が上がらなくて、ちょっとね苦戦気味な感じですね。まずはちょっと石裏のよれですね、ここでテンション抜いてふらふらと泳がせて、状況を見ます。特にノアユの反応はないですね。来ました。バレたか。バレるか。まだね、水が冷たいもんね、これ。もうちょっとね、日が照ればいいんですけど、なんかちょっと反応っぽいのはあるけど、どうかな。一匹取れればだいぶ違うと思うんですけどね。当たり前ですけど。わかりませんね。もうちょっと浅いところの方がいいかな。ちょっとね、こういうところどころにね、こういうゴミがね、これがね、結構あるんで、これちょっとね、皆さん気をつけてくださいね、これ。ちょっとかからんね。どんな感じでしょうか。ちょっと渋いですか。渋いってもう、なんて水が多すぎるからね。ええ、水冷たいですよね。冷たいし。ね、全然。さっきなんかちっちゃいのが一匹ついてきたんだけど。あ、そうですか。ほとんどして、なるほど。なんといってもね、水温だと思うんですけどね。
どうでしたか？点点点点。厳しいですね。厳しいね。ですね。やっぱり水が高いのと水温が低すぎるね。はい、真下川本流の方なんですけど、やっぱり水位が高くて、ちょっとね、釣果がね、あまり芳しくなかったので、この支流の滝原川に移動してきて、ここでやってくださいということで、ここでちょっとやってみます。ここはですね、畑中さんと、ゆうやくんと、かのちゃんと、上にみほちゃんの4人です。で私は、ちょっとね、差を出さずに、皆さんの、連れ具合とか、そういうのをね、ちょっと動画で撮っていきたいと思います。さあ、どんな感じでしょうか。お、かのちゃん釣った。うえい。硬いんじゃない？結構でかいですね、割と。はい、いいですね。子供大丈夫？はい、いい子して待ってます。いい子して待ってる？はい。勝ったよ。はい。どんな感じでしょうか。あ、ちょっと腹がかりやったけど、16やな、16センチぐらいかな。川の状態はこっちの方がいいですね。こっちの方がいいね、上がるような気もするんだけど。あ、跳ねた。何、アマゴ。あ、なんか目印に飛びついたね。アマゴか、うん、アマゴがいると、うん、ちょっと警戒しておらんかもしれん。あそこの落ち口ね、落ち口の頭ね、うん、うん、あそこなんかかかりそうですよ、はい、かからんね、おらんかな、うん、下の方がいいかもね。みおちゃんどうですか。あ、本当。大きいやつ巻き木ですよ。巻き木。巻き木。あ、なるほど。はい、プリップリして。うん。来た？よいし。どんな感じ？どんな鮎？さっきが今釣れてきたのが。あ、ちょっと小さいけど、ちっちゃめですね。ホトルのやつはあれやね、さっきかけたばっかりで、よいしょ、ホトルのやつ背がかりの。あ、なるほど。川は出来上がっとるような感じやね。そうですね、うん、だいぶ匂いも違いませんか。匂い川の。あ、なんとなくですけど、あゆっぽい匂いが、うん、来たんちゃう。マッキッキー、めっちゃそれいい、これいい、いい方や、うん、いい。18センチぐらいあらへん。結構いいですよね、うちの。ねえ。かかりどころが悪かったね。そうですね。あ、でもでもまたあ、さっきのより大きい、一回りサイズアップしてるね、これ。余裕で18ありそうな。あります。ありがとう。ね。5年ぶりだった。エトリさん。ね。うん。
ね、印振ったんだね。ナイスナイス当たりしたね。キラキラキラーンってね、気持ちいいねあれ。綺麗な鮎、こんな太鼓あるね。綺麗ですね。ですね。そっちから引くと手前に来ちゃう。自分が動いてた方がいいかもしれない。あんでも竿気をつけなあかんね。こっち来ちゃうね。穂先注意してさ、このまま釣り上がっていってもいいよ。できる？多分さっきね、そこ反応あったもん。こっちに逆張り外れとったもんさ。多分大やつがおると思うんやって。それかもう一回下げて、あっちのもわーってなった。あんまりグイグイ引かんでもいいよ。来た？おう、ああ落ちた。ラッキーなアユやね、さっき今の。さっき折ったのに針が酒針が外れとってかからずに今はかかって。なんちゅうラッキーな。あれかかったのかなみたいな感じで。ああもう大変。どうでした？三つだけ。すごいトラブルって。トラブル。トラブルももううちって叱れる。木に引っ掛けて。木に引っ掛けて。玉あげようと思ったら玉取れなくて。こっちに巻いとった。あ、すみません。細かい。17でいいかなこれ。そうやな。こっちに聞こえるように。47。はい。こちら何ぐらいまでやった？44か5やな。44やな。44、うん、16.8 ぐらいやな。重さと数をこっちに聞こえるように16.8。16。はい、40。はい、15。それ結構超えてるね。これはいいんじゃない。17。62。ゴールさん、それいいね。対抗あって50-17で52-17。今やろ、うん、これ17。両方も17。うん、はい、終わりです。だけど終わり。これはどこですか？これ大阪。また16。また16。ねえねえ、うん、はい、あれだ、ちょっと思ったけど回しますよ。はい、こっち向いてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこっちも、こちらも、はい、いいですね。
はい。OK です。